こんばんは。ハロー、こんばんは。5月1日、夜9時。本日も皆さん、お越しいただきありがとうございます。はい。もうちょっと集まってからのもいいか。お仕事終わった方、お仕事中の方、合間の方、自粛してた方、皆さんお疲れ様です。5月、早いね。こんばんは。あ、今日も皆さんお疲れ様です。手作りのマスク作ってます。ヤッホー。質問見よ。おめでとう。おめでとう。さらっと、ごめんね。あ、そうだ。何今日、なんか白。何これ。なんか白くね。何何何。何何何何何何これ。どうすればいいの。あー、そっか、ラプンツェル。ありがとう、ラプンツェルとか。ちょっと白くない俺。ここに、こうしようかな。ちょっと待って。ちょっと。白いね。ごめん。どういうこと？顔タッチして。ありがとう。ほんとありがとう。助かったわ。ほんとだよ。びっくりしたよ。いなくなるとこだったよ。そうか、顔タッチするとそうなるんだね。なんか、今日、出した、インスタに載せた花、本当に僕何も分からずで、なんだっけ、みんなこう2つでさ迷ってたよね。ラプンツェルも見よう、面白いから。なんだっけ、そう、なでしこと、もっと、もう一個なんか、あのシナチクみたいなやつ、なでしこと、わかる、覚えてる人いる？ごめんね、すごいな。ラプンツェル、ラプンツェルじゃない、ラプンツェルじゃない。なでしこと関地区、関地区、関地区、そう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 。それでさ、関地区、関地区だった場合、花言葉が、あなたのことは嫌いという、なんか衝撃な花言葉の、そんな、僕は知らずといえ、なんか、もちろんその花に罪はないんだけど、なんかその言葉だとしたら、すごく嫌じゃない。なので、そういうつもりはもう全くございません。もう本当に僕の無知が招いた。もし、その、花だった場合、なので、なでしこジャパン、やばい花言葉、なでしこジャパンお願いします。なでしこジャパンです。めっちゃ好きだから、めっちゃ好き、皆さんのほどめっちゃ好き、なでしこ。なので、それでお願いします。どっちなんだろうね、結局あの花。どっちなんだろう。あ、皆さん今日は何してました？なんかどうでした？今日一日楽しかったですか？なんか、あ、ちょっといつも俺に今日の学びは何でしたかって聞かれるか、ちょっとみんなに今日の学びを聞きたい。聞くから
って一言こう書いてもらえる、これつって、あ、なかったらないでいいや、あと考え中とか何でもいい、今日のありがとうねみんな、中国のなでしこが赤地区、いいね、パートしてきた、お菓子作ってました、いいね、模型作成中、いいね、片付け最高、いいね、コロナ対策頑張った、いいね、仕事楽しい、いいね、最高だね、子育て家事いいね、考え中、いいね、考えてんだもん、いいじゃん、仕事仕事、いいねいいね、パン食べた、いいね、パンうまいね、小麦粉、うん、アイス食べた、アイス何アイス、今バニラアイス美味しいの探してんの、いいね、英語の勉強えらい、俺もやんないと、今日の学び、携帯落としたけど iPhone は防水だった、いいね、 iPhone ありがとう、ワックスがけ、ワックスまで行くっていいね、生存確認されるので人に連絡取ろうと思いました、いいね、その人安心してるね、ステイホーム、いいね、いた方がいいね、料理にニンニク入れると3本美味しくなる、いいね、5倍かもしれない、たくさん歩いた、いいねいいねいいね、久しぶりにお酒飲んだ、それもいいね、ホイコーロー食べた、光合成したよ、手抜き料理した、いいねいいねいいね、手抜き料理、うん、どんな、意外と手抜いてないんじゃない、それいけてんじゃない、バニラアイスはスーパーカップ美味しいね、いいね、ありがとう伝える、いいね、部屋の模様がいいね、やっちゃおう、花言葉、いいね、学んだ、ご飯作って、いいね、昨日34歳の誕生日でした、いいね、最高、えらい、今日は外でシート洗い、何のシートかんないけど、何でもシート洗った方がいい、いいね、テーブル拭いたよ、拭いた方がいい、いいね、いいね、プリン作り、プリンなんて簡単にできないもん、いいね、助成金申請しました、意外と最初おっくんになっちゃう、いいね、ラップみたい、いいね、いいね、ドラクエウォークした、やったことないけど、いいね、ウォークしてんだもん、全部褒めて当たり前じゃん、みんな頑張ったんだから、めっちゃ褒めるよ、お昼で、いいね、最高、いいね、ラジオ体操参加した、ちょっとそろそろいいかなちょっといいから、ごめん一回いい、ありがとうみんな、最高、いいね、お風呂入った、いいね、断捨離スッキリ、いいね、縄跳び1200回やばいね、いいね、令和の誕生日、令和の誕生日、令和の誕生日今日が、そうなの、いいね、カレー食べた、いいね、ウクレ練習、いいねいいね、なんか飲んで大丈夫、まだ唾液感が出てる、部屋の環境した、いいね、暑かったしね、今日はこれで行くの、いやどっちでもいいんだけど、リアルタイムで見れた、ありがとう、いいね、海風当たった、いいね、マスク作り、休憩いやなんか普通に話しててもしょうがないなと思って、もちろんなんかこうね、あの面白い話題ができてみんなが盛り上がれればいいんだけど、なんかいいねって言われたら嬉しいじゃん、そしたらなんかみんなも他の人にいいねって言えるじゃん、言われたら嬉しいって結構わかると、そしたらあのいいねって言いたくなるじゃん、したらまたその人たちがこうさ、今コロナのことでさ、一人がさ何人にかこうあの感染させてしまうかってあるじゃない、なんだっけ、総生産回数みたいなやつ、すぐ携帯で調べる癖があるのよくないね、今携帯ここにあるからなんだけど、そしたらこう一人が二人、二人は四人ってこうさ上がっていくじゃん、そしたらみんなもいいねってこう言いやすいと、それが広まっていくから、いいじゃん、いいね、いいね、今日は私飲んでませんよ、あの私のねコーヒー牛乳にはちょっとねあの秘密があるんですよ、あのねちょっと今ないんだけど、コーヒー屋さん豆とか引いてくれ、豆とか売ってて豆をそこで引いてくれるコーヒー屋さんに頼んで、そこでアイスコーヒーを作っていただいてペットボトルに入れてもらって、いつも家にあるんですよ、いつもじゃないね、あの俺が実家帰ってきてから、アイスコーヒーを飲みたいという、まあ、俺の欲望と、それでなんかこう多分俺はすごいアイスコーヒーの作り方が下手くそなんだ、だからアイスコーヒーというかコーヒー作りがねうまくないんだよね、だからそのコーヒーを作ってもらったなんかアイスコーヒーとしてもちゃんとこう出来のいいアイスコーヒー、信頼してるコーヒー屋さんのお父さんに豆から引いてもらってこうやってもらってるから、なんかね特別気持ちも入ってるし、もう跳ねてんな、いいねいいねそういうことなんですよ、だからね美味しいんですよ、緊張する場面多いよね、わかる、なんか緊張するよね、外行くだけで緊張するかも、わかる、まあみんなインスタライブやってんだね、いいね、なんか話したいし繋がりたいよね、そのうち飲めるようになるよコーヒーも、そう質問、
本物っていう質問めっちゃあるな。なんだろう、あ、じゃあ分かんないけど、くじはさ、あ、そう、まあ今初めて何日目インスタライブって24、25、26、27、28、29、31、1週間ぐらい経ったかな。もちろんどの時間がいいだろうね、一番いい時間。もちろんなんか最終的に固定はしたいんだ。でも皆さんが全員が必ずこの時間が一番見やすいっていう時間もないとは思うんだけど、まあ一番皆さんが、見られる時間が嬉しいなっていうのもあって、おー、そうか、美女と野獣からラプンツェルへ、そうね、それで1週間だね。何時が一番いいんだろうね。なんかこうルーティンになってくると、そこまでちょうどね、9時までなんかしてとかで、9時からじゃあ終わってみようって風呂入って、あとはじゃあなんかゆっくり風呂上がった後ちょっとぼーっとして、なんか携帯とかテレビから離れてとかね、そういう時間もいいし、いや俺もそうよ、俺も8時、あ、これ聞いて、最初この9時からインスタライブっていうのをやろうって思って、8時40分には俺はアラームかけてたんだ。心配すぎて、なんかわからないから、セッティングがあれだった、今日どこのボタンを押したらいいかとかなったらあれかなと思って、で8時40分にアラームかけてたのが、だんだん8時45分になって、8時50分になって、今8時54分のアラームにしてる。そこまでこう6分で準備できるってことまで分かった。なんか準備足りないって思わないでね、8時54分で6分でここに来て、こうカッカッカッってやるっていう風になってきた。インスタ慣れてきたね。いやー、皆さんのおかげですよ、慣れさせてくれたね。むしろもっとこういうのがっていうのがあればね、教えてほしいよ。まあ質問とかね、もちろん質問いっぱい答えてんだけど、なんだっけ、俺のことをちっちゃい頃から知ってる人もいるし、多分イギリスから帰ってきてから知ってるっていう人もいるから、なんかこう全員が分かってもらえる質問をチョイスしようと思うと、なんかなかなか難しくてね、俺の過去を全員が知ってるわけじゃないから、コラボはね、まあそのうちね、なんかゆっくりまずは皆さんと喋ってるのがいいかなっていう、そんな気持ちです、私。ムロさんとか、そうね、あんまランダムね、ランダムはあんまりしたくないんでね、なんか決まった時間にしたいかも。9時、9時半、10時、まあ遅くて10時半かな、9時、9時半、10時、10時半だね。そこがいいけど、まあ9時が実家的には、うちはね実家だからこの時間がありがたいけどね、それ以上遅くなっちゃうとちょっと母親にも迷惑がかかってしまうから、だいたいもうだいたい9時過ぎもこう行ってっから。そうね、あ、もう15分経った、早いね、いいね、皆さんと話してると早いね、時間が。なんかね、そう、緊急事態宣言は延長される可能性も高いから、もちろん地域によっていろいろ違うと思うし、見てる方はね、それぞれの場所にいらっしゃると思うんで、なんかこう動かなきゃいけないっていう人もいるし、働かなきゃいけない働いてる人もいるしね、なかなかそう人に会わなきゃいけないし、危ないというか、そういう意味で感染のリスクが高いところに行かなきゃいけない人もいるからね、家でやってる人もいるし、それぞれだと思いますけども、うん、まあでも着実に前には進んでるから、それぞれ皆さんがね一歩ずつ前に進んでるっていう実感を持ってたら楽しいんじゃないでしょうか。 Yes。
終わります。ねえ、まあ明日とか明後日あたりはじゃあ留学のことを喋らせていただこうかしら。そういう質問がね結構来てるので、まあ英語をどうしましたとか、今はどういうふうにしてますかとかは、まあ参考になるかわからないですけども、一つの経験談を話せればいいなと思います。ということで皆さん、本日も大変お疲れ様でした。遊びに来てくださってありがとうございます。まあまた明日も元気にみんなと会えたら嬉しいなと思います。それではまたね、おやすみなさい。おやすみ。